天灼大宮水谷忠し水谷忠しから1892年4月5日は日本の道路技術者。天灼大臣と合し、主に愛知県と福井県で様々な道路改修を指揮した。死費による道路工事を史上最大規模で行った人物である。150国取りの尾張藩士、水谷伝左衛門の子として生まれる。尾張藩孔明林道で学び、数年で、 下級生に肉刀を授けるまでになった。半目で東海地方や京都で活躍するが廃藩置県で失職。製麺業を起業したが失敗したんや陶器を運搬する労働者となった。1880年5月に突如現在の愛知県瀬戸市にある今坂を独力で回収し始めた。その工事の途中、明治天皇の講習。 東山道巡行に随行した内務卿の山田明義と出会い、その後、有栖川のみ当たる人新能や東本願寺第21代保守の大谷交渉の支援を得るきっかけになったほか、晩年まで東京での活動拠点として山田の邸宅を利用することになった。今坂の改修以降、八田川橋の架橋や福井県各所で道路改修を進めるが、 その大半が寄付を集めての私費での工事である。水谷ははじめは転職大臣、続いて転職大臣の号を名乗り、工事現場に新納をはじめとする有力者記号の上りを掲げて現場の指揮をこぶした。1889年の春に療養のため現在の愛知県一宮市に滞在し、そこでも道路改修を行ったが、その後は道路工事に携わった記録はない。 1890年末から翌年にかけて、東京の山田昭義邸に滞在し、個人解説のため奔走したが実現しなかった。1892年名古屋市小川町の自宅で死去、正秀寺に埋葬された。墓は、現在平和公園墓地に移転されている。その後1917年に、愛知県一宮市に、天赦大臣の石踏みが建てられ現存している。 ありがとうございます。